さて、どんな間抜けかの。マイカさん、そんなことないですよ。私はマイカさんのその目が大好きです。それにマイカさんは黒髪ですし、黒髪ロングでセーラー服で大好きです。じゃあ署までおとなしくしててね。変なことをされなかった？警察呼ぶでやろう。警察だ。もっと嫌いで、ヤクのくせにバレてるのって詐欺ですよ。大変。あ、ゆうたくん、危ないよ。密封さシャワー中に呼ぶなよ、もう。何黙ってるんだ。言いにくい質問なのか。もしかして一緒にお風呂に入りたかったのかな。もしもし、警察ですか。え、ちょ、何、ちょ、何おい。だからお前の服をくれないか。半裸の変態が着ているものをよこせと迫ってきていて。服をくれなかったら俺とお前が一緒に暮らしていることを言いふらす。わかった。お、脱ぐから。ちょい待った、そのセリフって旗から見るとすっげえ犯罪臭が。おらおら、てめえおら、いい加減におら、おら。あー、怖え。そいつらを話してもらおうか。もしもし、今お主の大事な人が目の前にいるであろう。返してほしくば金を用意するであろう。まさか、声を聞かせろ。パプーパプパプー。貴様、娘を誤解であろう。羊になるまでな。そんな見逃せないじゃない。警察、助けてください。あ、ダメ、アイちゃん。おや、タイヤーン、ファイオン、ファイオン、ファイオン、タイヤーン、ファイオン、ファイオン、ファイオン、タイヤーン。お主、顔が怖いぞ。逃がしません。先行さん、もしもし、警察ですか。今、小さい女の子が襲われてて。ちょ、ごめん。あの、お話が。ですね、その、え、ちょ、なんで、なんで。警察呼べ。暴れないの、ジタバタしないで。もしもし、警察ですか。ってわけで先に寝ててくれ。わかった。あんたもほどほどにしなさいよ。付き合ってくれてサンキューな。すいません。お、警察の者ですが、気功に走る男女がいるとの通報がありまして。わすけてか、まずい。今日は絶対でやろう。動くな。動けば撃つ。
稲葉さん、落ち着いて。はるかみんな、聞いてくれ。これより私たちは交番を通過する。避けては通れない道だ。ここは私がおとりになる。だから待ってて。隠密どこ行った。やん。残りがあっち行ったぞ。お前も消えろ。遅くなりました。キー君が遅いなんて珍しい。あ、みなつ警察に。わかった。まず話を聞け。ここおはよう、さとみ君。入るわよ。おはよう。さ、ティナちゃんを返してもらいに来たわよ。あら、ティナちゃんはどこ？ティナ？警察に通報するから。ちょっと待てよ。今はそんなこと気にしてられる状況じゃないよね。なんとしてもハナちゃんのあの姿をカメラに収めねば。バレないようにこっそり撮る。一緒に来ていただけますか。お話は署で聞きますので。いや、ママじゃん。迷子か。お兄ちゃんがママを探してやるから、もう泣くな。くたばれ、ドリゴ変質者。僕は一緒に母親を探そうとしてただけだ。え、もう、わかった、わかりました。さあ、は、いいから蹴って。これでお愛子でしょ。いたか。ああ、ちょっと君、何やってんの。おいおい、持っているのか偽札。まさか。一応念のために二人ともカバンの中だけ見せて。とにかくカバンを。なぜ抵抗する。バカ野郎。変な奴もいなさそうだ。変な人な。警察に電話。あれ、宇佐君、小学校好きなの。誰かと君たち。小学校を覗いてる変な男がいるって通報があったんだけど。こんな穴見つけちゃったら突っ込まざるを得ないでしょう。やっぱりあなた変ですね。ちょっと派出所まで来てください。え、俺はこういう生き物が好きなんだ。またナシ君が女の子さらってきた。警察。違いますよ、迷子です、迷子。悲願の声が聞こえるのか。 あなた誰。私は神です。もしもし警察ですか。あの、自分のこと神とか言うジャージの待て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 